プレミア覇者のマンチェスターシティさん勝ちで緊急事態発生してしまう。フットボールリークスのハッカー、ルイ・ピントは、マンチェスターシティが FFP 規則に違反したことを証明すると主張する電子メールと文章を公開すると脅迫している。ソースメールスポート。待ちきれないよ兄弟、ついにマンチェスターシティは当然の報いを受けることになるだろう。早くやってくれ、多分この男はアーセナルサポーターなのだろう。マンシティはお金の使い道を間違えた、彼に投資するべきだ。マンシティは彼に金を支払うだろう、彼が今まで情報を流さなかった理由はまさにマンシティによるお金の影響だろう。マンチェスターシティは、グリーリッシュや毒のような完成された選手にお金を使うのではなく、ハッカーによるシステムの継続的な露出を防ぐためにシステムのセキュリティを強化することにもっとお金を使うべきだと思う。私はこの証拠が魔法のように消えることにかけるよ。彼が本当に欲しいのはお金です。決してマンシティに罰を与えたいわけではない。彼は入金されるのを待っています。私はマンチェスターシティが好きではないが、ペップやデブライネ選手は全員好きで、スクラブを破壊しても彼らを破壊しないでください。